どうも、この丸です。キータロです。じゃあ今日は BMCG 記者会見でダンクが発表されたので、そちらの話していきます。いや、なんかさ、これすごい個人的な話なんだけど、マジで出先で記者会見見れてなくて、うん、なんかキータロさんが一気にさ、情報バーって教えてくれて大混乱してさ、なんかいろいろ何ってなったけど、なんかとりあえずすごいやつだよね。いや、そう。いや、俺もそうな。俺もさ、今日さ、久々に会社行っとって、なんか、途中抜け出して廊下とかで聞いとったんだよ。何やっとる？そう。いや、もうなんかやばいやばいと思って。まあ一応さ、業務時間終わっとったから。そう。そう、やばと思って、また新しいのなんか始まるみたいな。ねえ、すごいね。なんかさ、ほんとやりたいこといっぱいあって、それ本当にやろうとしてる。全部やろうとしてんなって思うよね。うん。いや、そうな。なんかさ、だってちょっと前にさ、社長も言ってたけど、だいたい2ヶ月ぐらい前にさ、マーゼルとかミッションミッションの記者会見やった後なんに、で、ちょうどさ、ミッションミッションの第1話放送されたばっかじゃん、この間。いや、そうな。そう。で、これからって時何も新しいやつみたいな。いや、そうなん。私普通にさ、なんだろう、BMSG 内の、なんかお知らせなんかなと思ってたんよ。うん、うんうん。そしたら、まあもちろんね、BMSG 関係はあるんだけど、思った以上に、その、日本の音楽業界を巻き込み系のやつで、なんかすごいやつじゃんと思ってさ。うん、そうだよね。だって垣根超えとるもんね。いや、超えまくっとるよ。だってさ、ね、今回、そのダンクに参加するアーティストとか言ってさ、で、発表されたアーティストがさ、なんか直近で最近さ、あれ、エンティーム学園出てたなっていうエンティームとかさ。そうだね。そう。エンティーム学園出てたな、おかしいか。エンティーム学園の番組だもんね、あれ。そうそうそう。まあ一緒にね、本当我々もだって本当直近1日前とかに動画出してたもんね。いや、そうなん？何この間髪入れずさ、なんかどういうやつがあるかね、いや難しいよね、とか言ってたらさ、全然コラボあるってなってさ。確かに。怖いよね。そう。もうなんかないよね、なかなか難しい。やってほしいけどむずいよね、とかって言って全然難しくなかったね。そうなん？いや、難しいかもしれんけど、なんか社長が超えてきたね、なんか。ま、自ら。いや、そうね。いや、本当にさ、なんかその時、うちらはさ、なんか音楽番組しか、なんかそういう共演なさそうだから、なんか今ある音楽番組で、まあ、例えば FNS 歌謡祭ぐらいかな、みたいな。なんかそこでお願いします、みたいな感じだったじゃん。うん。そうだ、なんか思い出した。飛天の間でお願いとかって言っとったよね。でもまさか、本当に場が作られ、そしてなんかこの感じ、私さ、公式の文で見たらさ、コラボ企画ってちゃんと書いてあったから。おう。そう、プロジェクトの裏側、アーティスト同士のコラボ企画など、音楽、ダンスがつなぐ心躍るコンテンツが展開される予定ですって書いてあるから、うん、まあ、アーティストの対談とも書いてあるな。だから、結構そのさ、今ある日本の音楽番組だと本当にコラボをちょっとやるみたいな感じのはあるけど、それよりももっと濃密な感じになりそうじゃない？うん。そうだね。なんか、音楽番組で、ね、ちょっと一曲コラボとかじゃなくて、もっと深掘りっていうか、いろいろね、うん、なんか、パフォーマンスだけじゃない、なんていうの、もっと踏み込んだ感じになりそうだよね。いや、そうなんだ。それがさ、その見れるって思うと、その、うん、うちらの好きなダンス&ボーカルのコラボで、そう見れると思うとめちゃくちゃ嬉しくない？なんかやっぱりさ、ほら、大御所と若手ダンス&ボーカルの図が多いじゃん。コラボって言っても、正直。ああ、そうだね。大御所のバックで踊る若手みたいな。そう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 。うん、いや、それもね、いいんだけど、そうじゃないパターンも見たいわけよ。うんうんうん。って思ったらさ、これじゃんっていう、本当に。え、どうする？何が？いや、本当に、なんかいいよね。なんかないなら作ってしまえみたいな感じがすごくいい。マジで。ね、いや、そうだね。とりあえずね、やっぱり、この参加されるさ、グループ、まず、まあ、BE:FIRST。まあ、予想できないでしょうって、社長が言ってたけど、全然予想できたけど、BE:FIRST と。そう。それさ、なんか、すごい反応してあげたいよね。なんか、なんつうんだろう。なんか、社長がボケたらさ、声出して笑ったりしてあげたいにさ、ほら、一方的な記者会見だからさ、届けられんでか？そうだね。すごい最初にまず BE:FIRST と、でもその次 N チームって言ってくれて、うん、なんかそのまず2組の段階で、なんか、てかその2組の名前で、わー、粉丸さん溶けますねって言われて、そうですね、みたいな。溶けますよ、私、みたいな。溶けるとは。いや、嬉しいよ、本当に。うん。いや、これは本当熱いね。うん。で、他のコラボが、バリスティックボーイズと、あと、アイル・ザ・ショータ。うん。あと、ドリームス・カム・トゥルーか。うん。ね、すごいね。なんかさ、いろいろすごくない？もうなんかさ、一組一組なんかすごくない？いろいろ。いや、そうな、いろいろすごいんよ。まず、バリスティックボーイズはさ、
なんか、あ、LDH の方かっていう、なんか私は安易な気持ちでいたんだけど、なんか、キータロさんが言う、うん、プロジェクト太郎のやつじゃんってなってさ。そうなん。なんかあの、マナトがさ、関係してくるってことでしょ、つまり。そうそう、バリスティックボーイズはもともとそのプロジェクト太郎に出てた子たち。うんうん、で結成されてるから、ごめん、あんま詳しくはないんだけど、そう、確かそうだから、うん、まあ、プロジェクト太郎といえばさ、もう、広瀬まのとくんも出演してたから。そうだね、なんでフルネームだっけ今そうだけど、その時は。そう、ちょっと言いたくなった。そう。だから、まあなんかツイッターとか見てても、なんか結構湧いてらっしゃる方もいて、うんうん。まなと多分めちゃくちゃつながりあるだろうから、うんうん。なんかそういうのが表立って見られるのが嬉しいよね、共演とかね、絡みが。ああ、なるほど。そうだね。うん、いいね。なんかさ、こんなことあるんだね。ねえ。いや、だからさ、なんかさ、こういうのさ、よくこう応援してたらさ、こういうことたまにあるじゃん、なんか。うんうん、ある。前もなんかの動画で言ったけど、いや、世間狭いなって思うけど、いや、そんな、これがすごいんよ、マジで。なんか。これがすごいだけであって、なんて言うんだろう。うん、ね、なんかすごいよね。うん。ね、ありがたいよね。そんな機会があるってことがすごいありがたいね。うん、うん、そうそうそう。あとは、やっぱ、翔太さんか。いや、なんか翔太さんはさ、なんかどちらかというと BMSG との絡み、中で絡みっていうイメージが結構強かったんだけど、うん。でもここに参加するってことは、その BE:FIRST 以外のグループと交流があるみたいな。もちろん翔太さんってラジオやってるから、そういうさ、他のアーティストとの絡みっていうのはあるのわかるんだけど、うん、なんかダンサーのボーカルの人たちっていうよりもプロデューサーと一緒に話したりとか、そういうイメージ結構強かったんね。うん。だからまた違った一面が見れそうだね、今回ね。ああ、そっかそっか、そうだね。うん。ああ、面白い。確かに、翔太さんが、確かに同世代のアーティストと、みたいな、しかも他のね、BMSG 以外のコラボっていうと、うんうん、ああ、確かに、すごい想像したらめっちゃ楽しそう。いや、そうな。なんか普通にさ、翔太さんとさ、エンティームとか、もう、なんだろう、想像つかなすぎて面白くない、うんうん、なんかどういう感じみたいな。確かに、そうだね。でしょ、いや、うん、なんなら翔太さんとバリスティックボーイズも全然イメージつかんよ。そうだね。確かに。ああ、そっか、なんか想像できないからこそ、すごい、何が起こるんだろうってワクワク感がやばいね。うん。なんかそういうなんか、曲でね、なんか一緒にコラボとか、うん、なんならさ、翔太さんだったらやっぱプロデューサー側としての側面もあるから、翔太さんが曲作って、なんか一緒にやろうとかも全然あり得るだろうし、うん、しかも絶対翔太さんの作る曲って神曲じゃん。いや、そうね。楽しいね。もう楽しいね、この話。やばい。なんか、勝手な予想だけど、すごい夢膨らむし、なんかでもさ、それを実現してくれそうなさ、うん、番組じゃん。なんか箱がさ。うんうん。そうだね。なんか可能性すごいたくさんあるね。ねえ。なんかいいね。なんかこういうさ、コラボとかきっかけに、本当にプライベートのさ、なんか友人関係ができたりするかもしれないじゃん。うんうんうん。で、翔太さんはやっぱさっきも言ったけど、音楽作るっていう側面があるから、例えば、ボーイズグループにもさ、音楽作りたい人いっぱいいるでしょ、結構。うんうんうん。なんかそういう人と仲良くなって、本当に楽曲を一緒に作るとかさ、その、なんか今回の番組でコラボっていう以外のさ、もっとなんか深いところで、今後のコラボみたいなのにつながりそうな気もするし。めちゃくちゃいいね。そうだね。なんか翔太さんその絵めっちゃ見えるわ。ねえ、いいね。うん。いや、でも社長はそれもね、なんか意図してるっていうか、なんかそういうのに繋がっててほしいなっていう側面も絶対あるじゃん。うん、わー、そうだね。うん。なんか本当に番組だけじゃなくて、この先の世界っていうか、この時代っていうかね。うん、うん。うん。音楽シーンっていうのも意識してるだろうから。なんか、確かに、翔太さんあれ一瞬意外だなと思ったけど、めちゃくちゃいいね。いや、そうね。なんか夢膨らむね。うんうん、だから翔太さんのセンスがめちゃくちゃこう生かされる、輝き出すみたいな、ああ、そうだね、うん、いいね。しかもそれを多くの人に見てもらえるもんね。そう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 、うん、で、あとドリカム先輩ね。うん、なんか私最初ドリカム先輩がやっぱりこの並びにいた時に、あ、面白いなと思ったんだけど、やっぱりこう記者会見聞いた感じ、見た感じだと、なんかやっぱそもそもそのドリカムっていうグループチーム自体がやっぱりそのダンサーのボーカルっていう、やっぱそういうなんだろう、流れっていうか、うん、そういうのを大切にしてきた人たちっていうことだからっていう感じだったじゃん、うん、あ、なるほどみたいな。ねえ、いや、なんかこれこそさ、なんていうの、社長がさ、こう一番最初に発表するのは驚くと思うけどみたいな、 BE:FIRST を紹介する前に言ったけど、いや、ドリカムさんでしょそれみたいな、なんか。いや、ほんとそうだよ。だって誰も想像してなかったんじゃない。いや、そうだね。なんか、うん、そういうのに出るグループって言ってドリカムっていうのはなんか面白いね。これはもうさ、あれだね。社長よく言ってるけどさ、そのやっぱり、例えば K-POP だったら、なんか、シンファがいて、東方神起がいて、みたいな、そういう流れみたいな、バトンがちゃんと受け継がれてるとか言ってたけど、うん。
なんかそういうバトン、日本の音楽業界でいうバトンをつないでそうな人たちがやっぱりドリカム先輩とかそういう感じってことなんだろうね、きっと。ああ、なるほど。確かに。そうだね。だってドリカムなんてほんとずっと第一線っていうかね。うんうん。うんうん。で活躍してるしね。確かにずっと見てきてらっしゃる方だしね、音楽を。そうだね。なんか音楽、うん、この日本の音楽業界をね。そうだね。やっぱ吉田美和さんのあの歌声とかめちゃくちゃソウルフルだもんね。うんうんうん。でもさ、俺さ、その、聞きながら、最初記者会見聞きながら、で、アリザ・ショーターで、うん、で、その次に、ドリームスカムトゥルーとか言って、あ、なんか俺知らないそういうグループできたんだ、みたいな。なんか俺、なんかさ、これさ、ビーファー、エンティーム、バリボー、で、ショータさんでさ、割と名前は知ってる、まあ全員ね、全部知ってたけど、うん、あ、ドリームスカムトゥルーっていうなんかボーイズグループ出たんだ、みたいな。そう、なんか、最初、なんか知らないけど、そういう若手でできたんだ、みたいな。あのドリカムだと思わんくてそう、めちゃくちゃ大先輩だったね。そう、いやマジ意表つかれたわと思ってねえ、面白、うん、いやドリカム先輩こそマジでどういう絡みかわからんね。なんか、うん、吉田美和さんが加わるっていうのが結構意外じゃない。なんか中村さんは意外とさ、うん、なんかいやなんか思い出したんが、中村さんってさ、あのラポネ系のさ INIJO1 がなんか、うん、歌番組でドリカムの曲をカバーした時に結構反応してくださったりしてたじゃん。ああ、そうだね、ツイッターでね。そうそうそう。だからなんかそういうのに結構友好的なっていうイメージは結構あるんだけど。うんうんうん。そう、本当にドリカムとしてさ、この、吉田さんも込みの、もちろんね、込みのって考えた時のなんか化学反応がマジで未知数な感じがして、一緒の歌のコラボだったらすごいことになるよ、みたいな。本当に。確かに。やばいね。すごいよね。うん。うん、いやそうなんよ。なんかさ、しかもなんかこの番組がさ、どういう番組かって詳細はまださ全部明かされてないけど、なんて言うんだろう、うん、そのグループたちがなんかダンスしてでさ、なんて言うんだろう、まあ、社長と例えばドリカムのお二人がなんか審査員側、まあさ審査とかしないだろうけど、なんてそういうさ、うん、なんかトレーナー側みたいな、なんか見る側みたいな感じでいらっしゃるならわかるんだけど、うん、普通に参加のラインナップにいるっていうのがすごいよね。ねえ、すごい面白いよね。うん、まあ確かにない試みだよね、ここまで。なんかここまでこういろんな世代が入るみたいな。結構さ、うん、本当にそれぐらい、本当誰でも参加してほしいみたいな。ダンサーのボーカルに関して関わりがある方だったら参加してほしいっていう感じじゃんね。まあそうだね。うん。面白いね。確かにありそうでないみたいな。ね。うん。そうだわ。確かにこのドリカム先輩が入ることによって、なんて言うんだろう。いや、まださ、その声かかってないけど、あ、ドリカムさんいるんだみたいな。うん、うん。そしたらうちらも、とかさ、すごいそういうアーティストとかグループの方がもしかしたらいるかもしれないし、うん、うん、確かにもうなんかいいね、なんかすごい間口が広いっていうか、うんうん、そうだね、うん、しかもなんかさ、今のこう選ばれた方々のラインナップ見ても結構やっぱり良質な方々というかさ、当たり前なんだけど、うん、そう、なんか本当にいいグループが入りそうだよね、今後も。うん、そうだね。え、でさ、もう社長はさ、その第2弾もみたいなこと言ってたじゃん。うん、だからまださ、その発表はしてないけど、多分声かけて OK、オファー OK いただいてるグループとかももしかしたらいるってことだよね。うん。気になりすぎるね。いやもう、まあ、うちら関連のラインナップでいけば、もちろん、ラポネ関係だよね。来てほしいよね。いや、そうだね。なんならこの記者会見始まって、これ、アーティスト紹介した時に、来い来いってずっと思ってた。いやー、てか結構みんな思うと思う、本当に。うん、いや、そうだね。多分一番意識されてたんじゃないかなと思うよね。うんうんうん。うん、もしかしたら第2弾とか第3弾とか分からんけどさ、どっかのタイミングでは来そうな気がするね。うん、うん、そうだね。来てほしいなっていうのもあるし。うん。でもさ、なんか、この感じなら本当はさ、本当誰でもこう参加してほしいみたいな感じだったから、うん、やっぱジャニーズも多分私、本当は来てほしいと思ってると思うんだよね、社長は。ああ、そうだね。うん。それぐらいの感じだと思う。うん。だって別にこっちは鍵開けてるからって言ってたもんね。うん。そう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 。うん、いや、だからさ、俺さ、その、なんだ、正直、最初にね、あ、皆さん驚かれると思うけどって、結局 BE:FIRST だったけど、最初、一発目で、うんうん。俺さ、ジャニーズの Travis Japan だと思ったん、最初。いや、私も Travis Japan が来そうな気がする、なんとなく。うん、そう。いや、なんかさ、彼ら、まあ、ジャニーズではあるけど、結構その世界デビューして、去年ね。うん、うん。で、それだし、エナイフンと写真撮っとったんよ、カウンター TV ライブライブで。うん、うん、うん。そう。だからジャニーズだけど、なんか割と結構そういうの友好的な、なんか、OK みたいな、コラボ
やりたいですみたいな、そういうスタンスだと思うよ。うんうんうん。なんかある気すんよね、ちょっと。ね。いや、そう思う。てか、そうしてほしいよね。なんかそうじゃないと面白くないみたいなとこあるね。まあ、実現するかどうかわからんけど、なんかそこまで行くと、本当に日本の音楽業界面白いなって思うんだけどね。いやー、そう。いや、ほんとそう。なんか、ね、そうなん。ほらさ、いつもさ、なんだっけ、なんだっけ、ボルデモート？なんかさ、キトロさんさ、ボルデモートの意味知らんけど、なんかね、結構隠したがるじゃん、J とか言ってさ、あの事務所とかって言って。そうだね。なんか触れちゃいけないものだ、ものなような気がしてしまうよね、ついね。そうそう。だけどやっぱそこ突破できたらマジで変わると思うよね。そうだね。うん。いやー、ちょっと期待しちゃうね。ね。うん。まあ、あとさ、もちろん音楽番組もそうなんだけど、まあ、今回フェスっていう形でさ、ね、コラボもうちらが見れるみたいな場所を用意してくれてるじゃん。うん。まあ、うちらが出て行く気満々なんだけど、マジで。でしょうね。でも本当に、あの、日程作るのマジ大変なんで、私とかは。あの、家庭の事情的に。本当に。そうだね。うん、死ぬほど大変なんで、まあ皆さん大変だと思うんだけど、私もやっぱ結構大変なんで、うん、あの、ほんとラインナップだけはマジで教えてほしい。ほんとに。ラインナップだけは、ほんとに、すぐそうだよね。確かに、どのアーティストが、その、いつの日程で出るかなんて、まだわからんもんね。いや、そう。いや、もちろんね、それ全員見たいんだけど、そうはやっぱなかなかいかないからさ。うんうんうん。あのアーティストとあのアーティストが一緒の日はこの日ですって、すごい、お願いします。社長、お願いじゃあ、お願い。全部休んどくから、とりあえず。でも行ける日はちょっと限られとるから、お願い。そうだね。でごめんごめん。でもさ、あの、この今回の記者会見で思ったんが、なんかよくあるさ、フェスのその一組目曲披露して終わって、転換あって、で二組目みたいなさ、なんかそういうのじゃなく、なんかもっと違った形にしたいみたいな感じだったじゃん。うん。いや、なんかそれも結構、なんか個人的には楽しみっていうか、なんか、でもちろんさ、そのアーティストの単体の曲は見たいっていう気持ちはあるんだけど、でもなんかそのさ、ちょっと一回気持ちを途切れさせるような場面でもあるじゃん。やっぱり一組目終わったら二組目って、なんかどうしても間ができて、ちょっとなんか違うムードになるみたいな。なんか移動するとかさ、うん。うん。そうだね。結構20分ぐらいとか時間空くもんね。いや、そう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 、うん、ね、ご飯食べるときとかトイレ行くときとかそういう感じなのも別にいいんだけど、うん、でもまた違う感じのフェスの提示っていうあれでしょ、うん、うん。まあなんかいわゆる BMSG フェスをもっとこうよりシームレスな感じにした感じなのかな、する感じなのかな、うん、うん、そうだね。もう名前もさ、ダンクショーケースって言ってるからね、うん、ほんとなんか入れ替わり立ち替わりっていうか、もうほんとグループってよりかは、もうこのグループのこの人とこのグループのこの人みたいな、もうコラボコラボコラボみたいな。ね。だからほんと、なんか形式的なフェスとかよりかは、もっとほんとに入り混ざった、ごちゃ混ぜのいい意味でね。うんうんうん。なんかすごい殻破ったイベントになりそうだね。そうだね。え、あれなんかな、あの、48グループコンみたいなもんなんかね、だから。なるほど。あ、確かにね、いろんなグループ出て、ユニットやって、みたいな。いや、そうそう。あ、なんとかメンバーみたいな、なんか、なんとか選抜みたいな。いや、そんなちょっと、なんとか選抜でつけたらちょっとチープになるけど、なんかちょっと、48味が強くなるけど。うんうん。確かになんかそうだね。なんでもありみたいな感じ、いい意味でね。いや、そうそうそう。次世代選抜とかね。ちょっと、確かに。たたたらたた、優越か、イェイイェイイェイ、なら、ウォーウォーウォーだっけな。ね、ちょっと待って、あれ知ってる方いる？法定速度と優越感分かる方いる？ああ、そうだそうだ、法定速度と優越感だ。ゆいゆいセンターでね。ちょっとやめてよ。だからなんかそうだね。5曲披露して転換、5曲披露して転換みたいなじゃない感じになりそうだよね。いや、そうそうそう。でもさ、うん、そうだ、もう言わせてよ。あの、やっぱりさ、滝とリュウちゃんね。あの、皆さんがまず望んでらっしゃるようなやつは。本当に。そうだね。だってさ、なんかさ、我々もだし、なんか我々の視聴者さんもさ、すごいなんか滝とリュウちゃん仲良くなってみたいな、すごいみんななんか見守ってるじゃん、なんか。いや、そうな、なぜか、なんかここら、うちら界隈はそうだよね。そう、取り巻きすごいリュウちゃんと滝見守ろうの会みたいになっとるじゃん。
そう。なんか、すごいね。またすぐね、一緒にね、うん、共演できる機会ができて、ほんと嬉しいね。ねえ、いいね。だってさ、もし本当にこういうコラボ、楽曲でコラボっていう機会があるってことは、やっぱ練習期間とか練習時間もさ、あるから、うん、一緒にやる。ってことはよ、もうさ、そこで結構会話ももっとさ、弾むし、なんかさ、うん、1回目あそこまで話せたら、なんか個人的には2回目に会った時には、なんか、一回目にないような、なんか、なんだろう、より親しみを感じるような感じで話せそうな気がするんで、ね、急に。うんうん。ああ、わかるわかる。そうね。なんかそういうのってあるじゃん、たまに。あの時は割とギクシャクして、でも結構話したな、みたいな感じだったけど、急に二回目だったら、ああ、みたいなさ、ああ、ひろさん、みたいな感じになったりする時ってあるじゃん。なんかそういう風になってさ、そして連絡先を交換し、いや、もうしてるかもしんないんだけど、交換し、うん、本当に友達になるっていうさ、プロセスがさ、ここでさ、行われるわけですよ。いやー、そうだ。そうだ。うん。うん、しかも番組さ、まあ、どういう、なんか何回にわたって放送するかとかまだわかんないけど、結構さ、うん、収録あるから定期的に会うかもしれないじゃんね。うんうんうん。うん、いやもうそんなん余裕。もうそしたらもう余裕よ。余裕だよね。うん。もう、よみたいな。よみたいな。そうだね。嬉しいね。うん。いや、嬉しい。でもそっか。なんか個人的にはさ、ANTM 2月ぐらいには韓国行くかなと思っとったんだけどね。でも。あー、なるほど。次の準備みたいな。そう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 。2月以降、なんか今んとこ大きな表だったスケジュールは見えんくて。うんうんうん。でもこういうコラボあるってことはなんか、まあ隙間見ていくかもしれんけど、1週間ぐらいで。うんうんうん。でもどうなんだろうな、みたいな。ね。確かに。まあでもさ、なんならさ、今もう収録とかはしとるだろうから、あーそっか。うんうんうん。そう、だから割と大丈夫かも。何の大丈夫か分からんけど。やっとそうだね。だって2月1日からだもんね。そう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 。ああ、そうだね、うん。じゃあもう大丈夫ですね。ありがとうございます。うん。いいよ、もう。やりたいこと全部やってくれると思う。やったー。あ、でも本当に嬉しいな。なんか TikTok だけじゃないっていうのが嬉しいね。マジで。そうだね。やっぱりがっつり、やっぱ絡んでほしかった。がっつりコラボしてダンスしてほしかったから。うん。しかもさ、うん、YouTube で公開ないよ。マジで。いや、そこすごない。やばい。ね。あー。いや、なんか、Hulu とかさ、地上波とか、見てない人たちにも、見てもらえる機会になるしね。いや、これさ、日テレさんよく OK 出したよね、マジで。ああ、確かに。だって今までさ、ほとんどかたくなに、もう音楽番組のさ、披露ってさ、オープンしてこなかったじゃん。うん、まあ、多少あるか。紅白もあるし、うん、でもなんか全部じゃないとかが普通じゃん。うん、ね、そうね、一部分とかね。そう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 。まあまあ、スッキリとかで多公開してたか。まあでもそういうやっぱ積み重ねなんだろうね。もしかしたらね。いや、そうだね。やっぱ、そうだと思う。うん。社長のやっぱ積み重ねた、あれね、まあ信頼とかもあるだろうし。うん。いや、すごいね。仕掛けた、仕掛けるね。ねえ。いや、でもまあ、韓国やっぱりあそこまでさ、なんで、こう、K-POP が広がったかって、無料でめちゃくちゃいろんなコンテンツを出してるからじゃん。うんうんうん。ねえ、しかもそれもすっごい大量に出すじゃん。本当に。そうだね。うん。うん。あそこぐらいまで窓口広かったら、やっぱファンは増えるよなっていう感じだからさ。ね、それのなんか第一歩って感じするね。うん、確かに。いいね。めちゃくちゃ回そうぜ。ねえ。てかもう多分必然的に絶対、なんかもう絶対いいの目に見えるから、もう必然的に見たくなって、もう自然と回っていくと思う。うん、うわー。じゃあチッケも欲しいね。あの、個人カメラね。欲しいね。すぐスケアラバチッケムって言うんだから。いやいや、もうさ、やっぱり、それぐらいカメラ回してほしいね。なんか、韓国だと AI でさ、一気にそのまま分けてとかやったけど、どうなんだろうね。なんか、まあ、実際にカメラ用意するパターンもあるだろうし。うん、いや、でも、社長だったら考えとるかもしれんね。うん。うわー、そうだね。ってことはさ、ダンプラーも公開されるかもしれんしね。なんなら。ダンス、そうだね。どういうこと？ダンス番組なんに、ダンプラーの、ちょっと待って待って待って。だからダンス、そう、ステージ披露もあって、あとはさ、そう、練習してやったやつ。ああ、練習機のやつか。そっかそっかそっか。あるね。いいでしょ。定点で。いいね、うん。夢膨らみまくるね。膨らむね。やば。なんか、ほんと、いろんな可能性感じられるからいいね。うん。で、以上でね、今回は、まあ、BMCG 記者会見で、内容がね、すごかっただけに、あーだこーだ言ってしまったけど、まあ、いつもか、あーだこーだは。うん。そう。なんか、発表されてる内容が少なければ少ないほど妄想できるから。なんか、ありがたい。楽しいから。楽しいね。うん。で、なんか先だってさ、Hulu でなんか公開されたりするんだよね、確か社長の。ロングインタビューかな。
なんかさ、うんうん、YouTube で公開されてるやつもあるけど、それよりもっと長い感じなのかな、わざわざ Hulu でっていうことは。ああ、かもしれんね。うんうん。まあ、あの、YouTube で公開されてる方は、あの、また別でね、うちら撮ろうと思ってるんで、そちらもぜひ、また喋るんかみたいなね、喋りますよ。まあ、そちらもね、ぜひ見てください。だからさ、ダンクのこれからが楽しみだよね。そうだね。